この作品は2011年3月11日に私の故郷で起きた東日本大震災で感じた思いをもとに千獣観音をモチーフに制作しました。千年に一度と言われるほどの大災害は津波や火災などでたくさんの人の命を奪いました。いくら時間が経とうとうも震災の恐怖や悲しみは言えることはありません。 私は命の最後まで家族や仲間を守り、生き抜いた人々の魂をけたかく思います。今の私にできることは、鎮魂の祈りを作品にし、生き抜くけたかさを後世に伝え継ぐことだと思いました。日本で千住観音は千の手を持ち、たくさんの手であらゆる苦しみから人々を救済する神とされています。私はこの作品で、多くの尊い命に安らぎを、 未来に向かって生きようとする全ての人に希望を伝えたいと願っています。